札幌市内で開かれた同心グループの新年恒例会です。政財界のトップらが集い年頭の挨拶を交わしました。痛ましい航空機事故が起きてしまった年始、日本航空の北海道支社長は欠席でしたが、全日空の札幌支店長は、我々も航空会社ですので非常に重く受け止めてますし、火が出るような事故って少なかったと思うので、私自身も衝撃でしたし、社員一同みんなやっぱりそれなりにこう衝撃を受けたんだなと思います。ただまあそんな時だからこそ、これは日本国産も一緒ですけども、航空会社一丸となってですね、しっかり安全を守るんだということを決意を新たにしてお客様にお約束する、そういう信念にした方がいいのかなというふうに思って頑張っております。同じく公共交通を担う JR 北海道は、我々もやっぱり大量交通機関としてですね、自分事として捉えてですね、いろいろそこから学ぶところをですね、しっかりやっていかなきゃならないと改めて感じているところです。元日には能登半島地震も起きました。地震に対する備えを北海道開発局長に聞きました。災害いつ起こるかわからないので、国土強靭化を進めるということが非常に大事だなというふうに本当に実感いたしました。道東に向けて今高架道路を作っておりますけれども、ああいうふうに国道と高架道路が2つあると、非常にそういう意味では強靭化が、よりその強靭化がより増加するとかますということになると思いますので、経済界トップの受け止めを聞きました。損失大変なもんなんでですね、なかなかこれにこうすることはできないけども、一日早く立ち直れば経済活動は一日早く正常に戻っていくことになりますので、いかにこう長引かせないようにする、リカバリーを早くしていくか、そこが重要だと思います。現実今日株価が下がったりとかということにもなってますね。これからあちらの方の復旧にもう我々もいろんな形で協力をしながら進めてまいりたいと思っています。北海道でこういうことが上に起きると本当に大変なことだと思いますよね。したがって、インフラもきちっとしておかなければいけないですし、各企業とも備えをしていかなければいけないというふうに思っています。